と阿比古町だった。阿比古町。もう合併合併で。そうだよね。はい、今来てもう16万人。13万人か。13万人人口がね。うん、ね、人口も増やしていきたいですね。いや昔ほら私の千葉でも千葉は千葉でもあの千葉市の市の方だから稲毛ってことですから、はい、そこにずっといたんだけど、それとやっぱり阿比古とか流山とか。柏とか、なんかその方すごいなんか田舎のような感じしたんだけど、今はむしろ東京からもうそっちはずっと便利ですよね。ベッドタウンなんていうのも、ね、だから昔は千葉とか、あと銚子ですよね、昔大きかったのは。でも今は千葉市で、次は船橋とか、市川も大きくなってますよね、今。そうですね、でかいですよ。はい、先生、ね、いろいろと、阿比古市についても、工業やった時には、ね、訴えていきたいんで、私は阿比古で、プロレスを通じて、そしてね、スポーツを通じて元気をねって思って。プロレスを通じて。具体的ですね、全部。そうか。いやいや、本当、まあ、頑張ってくださいね、もうね。いや、やっぱり本当に市会議員ってのは、いや、例えばさ、今、どうですか、家族なんかが、家の前の道の掃除をしたり、ですよ、水撒いたり、なんかいろいろそういうことをやんなきゃいけないような風潮があるんですか。まあどうなんですかね。私はあの一軒家じゃないんでね、うん、まあマンションですけど、でもまあのやってる方もいますね。やってる人で、なんとなくそういうことしなきゃいけないかと、ね、要求されるんじゃないかと思う、まあ、ありますよね。朝学校の小学校のあのやってますよ。スクールガードじゃないですけど、行ってらっしゃいって頑張る、旗持って、交通安全。あんなは自主的でやるんですか。その自主的で、それは子供たちが一番可愛いですから、未来の子供たちのためにですね、うん。そういうことやっていくわけでしょ。ね。今度選挙いつなんです。2年後。選挙は2年ちょっと、ね、まだ2年ぐらいですね。2年半ぐらいはね。ああ、じゃあまだ大丈夫ですね。大丈夫じゃないです。でも選挙のことを考えてやる議員はこれは政治家じゃない。ああ。選挙のことを考えたらダメだ。じゃあ僕選挙のことしかないじゃないですか。じゃあ私阿比古市を元気に、市を元気にしてくれ、自分のところを元気にしてくれ、それが政治家ですよ。うん、そうですね、確かに。田中角栄ですよね、新幹線を持っていてね、三国峠をね。投資が多いですから、そうですね、そういうやっぱ気持ちがないと、うん、あのあれなんかやってるんですか、あの街頭演説なんか駅前でやってる。いや、私やってないです。やってる、はい、やればいいじゃないですか。毎朝、はい、いや結構ね、もう朝早いですよ、皆さん朝早いだから私の声聞いたところでね。でもやってる人いるでしょ。やっていないですね。毎日は毎日はいないです。毎日は選挙前なんてやらないから。まあやってる人もいますね、月に1回ぐらいは、うん、まあね、うん、でもやっぱり基本的にはやっぱりいろんな人と前に人前に出ないと、ね、そうですね、顔を覚えられないとやっぱりダメですよね。あ、これはもうプロレスの世界と一緒なんですよ、うんうん、確かにね、うん、プロレスと政治ってやっぱ通じるとこ、あ、それは本当にありますよ、普通はありますね。ケフェがないのか、政治の世界にもあるかい。ありますよね、やっぱりね。先生、難しいこと言いますね。そうか、楽しみだな、それは。いや、びっくりした。いや。まあ、本当に体に気をつけて。はい、ありがとうございます。体重落として。体重落として頑張っております。体重落としますんで、私の病院ちょっとぜひともまだ行かせてあげる。そうで、本気で落ちただけダメですからね。はい、はい、そうですね。ちょっとまた体作りしますんで、そうですね。でも本当にやっぱ政治ってのは男はみんな興味があるし、やってみたいと思うことだと思いますよね。だから本当そういうところのとにかく第一歩、まだまだこれから、はい、本当まだ若いから、はい、ね、若いからその風に乗ってすぐなんかこっち行ったりフラフラしないように、ね、それはない、それはもう、ね、はい、それはあくまでもずっと無所属でもう、はい、あのね、本当それは先生、選挙のことだけ考えてるっていうのは政治家じゃないですよ、これは、ですよね、政治嫌ですよ、そうですね、持ってまいりますもん。いや、意外とね、今日はね、もうちょっとね、生々しいね、二川さんのことだから話が聞けるかと思ったら、意外とね、本当ね、そういう風に持っていけなかった、私は。だから、まあ、安心しました、これで、なんか本当に、本当に政治家と話してみたいで、プロレスラーじゃないみたいですね。本当によかったですね。まあ、こういうことで、波佐さん、まだまだ頑張っていきます。プロレスラーにプロレス出身で、市会議員、あの議員になっても何人かいますからね、そうですね、そう、みんな本当頑張ってますから、ぜひ。まあ応援していただきたいというふうに思います。阿比古市にいる方、まあ、阿比古市に親戚のいる方はね、ぜひ、澤田さんをね、澤田さんを応援してほしいです。
よろしくお願いします、本当に。ありがとうございます。サウダッシュでございます。まだまだ暑い日が続くと思いますけれども、また来週、再来週とね、楽しいゲストを呼んで、いろいろ話を伺いたいと思いますのでね、楽しみにしてください。それでは皆さん、またお目にかかります。さようなら。ありがとうございました。